国民の、そして都民の目線に合わせていく。これまでの高度成長時代、ハードのインフラを作る、そこにどうするコンプレックスもう大きな話もさることながら、しかし今こそ都民に、市民に目線を合わせて、介護に対する安心感、保育に対する安心感、